あれ何時ぐらいだったんかいな、天神さんの下降りてきたのが7時ぐらいだったんかいな、朝の、うんうん、この時はまだ全然何もなかったの、新町橋もすぐすぐ行けたしな、傷んどるやる感じしてなんだよ、あんだけ焼夷弾をっとるのにな、うん、あれと思ってもうほんだけやっぱりよう傷んどったよなあれ。ほら暑いやることもなかったけどな、歩けんやる暑さではなかったな、普通深いなと思って、まあ暑い時期だったけどな、7月やったら、うん、もう炎が立ち男もあったからな、まあはい、もう朝のうちだったら、うん、あれはまあ言うたらあれ7月の3日の夜やんな、はい、3日の夜っていうことです、ね、うん、僕は思うとったもんな、はい、12時3日の12時前かいなと思ったんよ、はい、また覚えなに最初落ちる音がしてな、はい、バリバリやる 徳島駅から佐古にかけて、うん、焼夷弾落としたんやな最初、この音にびっくりして親と一緒に裏の防空壕に入ったんや、ほんで防空壕の中でごつい光ったけどな、また照明台に、うん、防空壕の中で、防空壕の中でもその照明弾が分かる、分かった、分かった、うん、ピカーッと光ってな、まあ、テレアイソイでな、ほんで飛行機あれ何機来とったやん、俺のちょっと分からんだけどな、うん、ほんで防空壕の中へ入って、ほんでバリバリ言い出したけどな、うん、これは防空壕の中におっては危ないって言うてな、ほんでうち家族はみんなこの防空壕から飛び出して、ええ、何のビザに逃げんかって言ってな、その時にあの、まあ、当時、小学生だったっていうことですね、小学校の4年、はい、4年生な、はい、うん、で内町小学校へ通われよったんですか、うん、もう家の向かいですよね、うん、今の総合のとこが内町小学校でしたから、家のなちょっと裏になるよ、はい、おー、あ、うん、裏側になるんですか、裏側になるな、また裏がいたらもうその運動、内町小学校の運動、はい、要は、はい、はい、うん、また運動場のとこ今あれ総合が、総合が立ってますよね、うん、うん、もう駅前新町あたりは全体にな、はい、日がもうダーッと走っとったの、おー、ほんで僕や逃げよう前にな、眉山の中腹で一点止まって見たんよ、うん、下を、はい、こうしたらもう家のあたりはもう真っ赤な炎、ああもうこういう家焼かれたなと思って、ああそうですか、うん、このちょうど眉山の中腹、うん、ちょっと 見通しるのはいいところでな、一点止まって下見てみな、干したらもう下はもう真っ赤、ほらでもこれが何時あれだ、3時かここらぐらいかな、4時ぐらいかな、朝の、はい、うん、もう真っ暗の中三座の頂上を目指して道もわからんけどうん、至るところにもう落ちちゃったよな、落ちてくると、ほら僕よりな、うん、1時間ぐらい遅い人だったら直撃しとる人もおるしな、うん、うん、横へ落ちたらいう人、手で抜けたらいう人もおるしな、うん、話聞いたら、うん、僕やが一番早かったんよ、うん、まだ眉山の通り道が焼夷弾落ちちゃらないんだ、おほんで、後で帰り聞いてみたら、
焼夷弾もう横落ちてもうあ落ちたら突っ立ったんよね、ほな言うわ、うんうん、突っ立っとったやな、ほんで火吹き出したのにのけたっていう、あれと住吉でね、お住まいの方もそのようなお話を言われてました。降ってきてこう刺さったら門から火が出るんだと、うん、だそれをもうあの家の中へね落ちてきたやつは、うん、みんな外へ掘って出しとったんだと、家が燃えんようにしたと、天井はもう屋根は突き抜けてきたんだと、いうふうなことを言われてましたね、あるんだねやっぱり、まあ、その B29 からそのまあ降り注がれたっていう焼夷弾の実はその模型をね、あの昨年の事業の時にあの東海の方で作ったんです。で作って今日ちょっとお持ちしたんですけど、この2つあったんですよね。あ、2つあるのか。これがあのちょっと細い方のあのマグネシウム、うわ重たいんやな、テルミットマグネシウム弾ですね、うん、はい、まあ、その時とあの同じ重さ、ややよく似た重さかと思いますけど、寸法もう これが実寸ということで、はい、あ実寸で、はい、これはじゃあ下がこっち、え下がどっちになる、これはこっちが下ですね、こっちが下、はい、あこれがほなもう広がって落ちたよなあれ。これはもうその一応落ちてきたら全て発火するってやつですね。ああ発火する。はい。でこちらがその油脂焼夷弾という分で、おそらくそのあの羽生さんおっしゃった方の焼夷弾というのはこっちでないんかなと思うんですね。ああこんなようなんだったな。圧倒的にこちらのその油脂焼夷弾。うん、これはもう落ちてそのままこうろうそくみたいに火がぼーっとこう吹く、吹いたままですね、っていうタイプの分が圧倒的に落とされた数が多いんで、おそらくこちらの方の大きい方の太い方でないかなと思うんですけど、これほな頭やもう受けたらいっぱいっちゃうな、こんなこう重たい女知らんだな。だからこれが結局これが次さ、そうですね、なあほうね、博物館の方にはその焼夷弾を全てこうまとめてですね、止めておったバンド帯ですね、なんかが遺品として残って今も保存されてる分があるんですよね。ああそうですか、はい、うん、あこれ束ねた束ねた分がもうその B29 の飛行機の中で何本って言ったかね、80本とか100本これがまとまって、で落とした時にその振動でバンドが外れると、外れたらその焼夷弾が広がって落ちていくというふうな構図でしたけどもね。広さやだこの部屋ぐらい、もう、ほな素人が掘るけんな、ほな、はい、深いの掘れんで、はい、うん、もう4畳半か、そうじゃ6畳こないぐらいの、うん、これぐらいでないとやな、あんま深いほなけん高さも知れとるから薄い、もう薄いってのは浅いってことですか。浅い、うん、はい、ほらもう上から落ちたらもうこんなんが落ちたらもう一発に突き抜けるわな。まあそこへまともに落ちてきた場合は当然それはもうその防空壕自身があかんでしょうけど、うん、あほんで帰りにな、はい、見てみたんよどないなとんがやろ、はい、ほんとはもう防空壕やもうあれ、もうおったらもう死んだわな。親2人と兄弟2人、はい、4人でもうみんな一緒になって美山の長女や、ほんと長女いたらちょっと野原みたいなのがあるでな、はい、ほんと上に何兵隊みたいな人がおって、もう外に出たらあかん中入れやで、みんな
木の中にな、うん、入り込んだ、うん、もちろん上から見たみんな分かるんちゃうで、うん、飛行機から見たら、うんうん、もう上がった瞬間にもう広場行ってたらみんな中入れ、まあ、上から見えたらそこ落とされるとか落とされることですね、うん、それはもうその照明弾の照明弾の明るさ明るさがもう昼間の、うん、昼間のね、うん、そうだな、まず食べ物だよね、食べ物がまあ米はあったと思うな、まあね、おにぎりして食べたこともあるし、あげ生活は同じできなんだわな、今のように風呂は同じ日に日に入れるような状態でないしな、うん、うん、まあまあ子供だったけどな、ほらもう何家のことはあんなのか分からんけど、学校行くにちょっと分からんでね、町の田舎の学校やで、これはちょっと遠かって、もう田舎の方はまだ農作物が一生懸命みんなしよったからな、そうですよね、農家はな、うん、元の家には戻ったらもんな、帰るから言おったけど、もう土地がここも都市計画で家建てれんなんて言うんだ、うん、まあ、焼け野原になった状態から一気にこう道路の整備がされましたよね、うん、されたけどね、はい、もう家建てれんやるだけに、まあ、いやもうしゃあないな、まだあの広い道路になっとうで今、うちの親父は戦争にいたらんけん、うん、これはほらけん新聞を見ながら、あ日本あれまたこういう当たり思ったのにな、よう、まああんな大きい広い国と戦争したもんじゃなと思ってな、日本やったら困りで、うん、アメリカやったら地図で後で見たらな、ごっつい大きい、どうしたんだとこと戦争したんかいなと思ってな、うん、うん、なんぼ日本強い強い言うたって俺らもあんな国資源がないのにな、日本、うん、この日本強いと思っとったんやな、あれ、うん、あの軍事教練あんなみなして、これはもう日本一番強い勝てるわよで、もうほぼ占めてたけどな、中国韓国、うん、よう、まあな、あれ天皇陛下でも人あっしのそば天皇陛下は人もなかったんだよな、もう一言言うたらな、収まっとったやな、分かるもんな、うん、まあ、これはちょっと分からんだけど、ああ、これ日本もやられていけんやなと思って、うん、ほら、思ったわな、まあ、今思ったらその日本というこのちっちゃな島国が大きい大陸の大国のアメリカに対してこんな戦争を挑んだというのは、うん、こんなおかしい話やなと、うん、要はあんな大国相手に戦争したなというふうなコメントされよったんですけど、うん、
その当時はまあそれ分からんんですよね。分かってなかったですよね。やっぱりこれは勝てるというふうに思っとるな。勝てると思っとる。やっぱ思うんですね。はい。な。うん、あれ攻めていけたらやな。俺はもうこれ日本やっぱり強いんかいな。もう資源もない。資源あるないやちょっとこの時は分かるんだけどな。はい。あんだけこの鉄鋼で何軍艦こしゃい飛行機こしゃいたりしょたりな。あの要は戦艦大和や要は作ったもんじゃなと思うんで。できてちょっとしてあれ沈没してられたよな、はい、あ沖縄行けたんかいな、はい、そうですね、うん、ほらな、はい、関西機かあ、ね、焼ける前までは関西機はよう飛んできよった。お、うん、俺は爆弾持っとらんだけどな、機銃掃射だけでな。あまりその機銃掃射でも撃ったりしよったっていうことも聞いたこともあるんですけど、あ松重のあ飛行場のとこな、あそこから何音がしよったな、うん、うん、バンバン言うて、ほらけあほらけ B29 や小射砲で撃ってもな、届けられないんだよ。ああもうそのもう上高い距離がね、うん、はい。高いだろう、あれ大阪行きょう時にな、はい、こっちから打ち上げても途中でみんな外しちゃったかな、まあ、見に行くやらもう駒に見よったで、うん、うん、まあ、あれ届けろなんだと思うば大阪の音しちゃったけど、うん、うん、変態でようけ行きょうたのにかよう、まあ、あれ打ち落としてなんだもんじゃなと思ってな、うん、うん、振り返っていいんだろうな、ええ、要はまあここまで立ち上がってきたもんやなと思って、うん、これはやっぱり人間生きる力は落ちるよな、うん、うん、俺はもうお金はもう全然ないんやけどな、みんな焼いたりあんないでしょ、ここをみんな立ち上がってきたわけや、あれこれやっぱり生きないいかんと思うねな、みんな必死で、またこの順々年が経つ度ごとにみんな栄養次第されるな、ま、丸新や栄屋や東新町ももう元ように戻って活気づいてきたかな、うん、うん、だからもう平和でのりのりで育っちゃうなと思って、うん、もう戦争やるせいも知らんでえな、うん、うん、今恐ろしいんや言うたら地震雷、はい、火事親父ぐらいのもんで、うん、もうあんな大きい戦争やん、もう全然戦争の話したって何や知らんわ、もう聞きもせえやん、うん、なんあったんかいな、うんうん、こんな写真見たってもうほら、はい、見えんわよな、ほらもう小学校もう4年や5年ぐらいになってきてもこれは徳島市やだって、うん、あれっていうようなもんな、うんうん、こんな平和になってきたのがもう当たり前ように思うとおり、もう生まれたとこからほうやけどね、うんうん、あんな戦争中みたいな時代じゃないで、うん、まあ平和な日本に生まれてきてな、まあよかったと思う、もうほらすぐすぐ子供に伸びてもらわなんだろうな、日本しょうてもらわないか、うん、うん、今の子供なもう、もう恐ろしいや、うもがないで、うん、もうね、もうこの頃
国がああやってみんな何おう一号なりあんな流行りもんが出たってみんな管理してくれるで、昔はあんなんなかったで、うん、競技の方はもうまあ温かいかな、うん、俺はもうなんじゃ時代ですぐすぐ伸びていくよ、これがまた栄養になってくれたらいいけどな、うん